今パダンバイに来ました。今からロンボク島、隣のバリ島の横にあるロンボク島のギリトラワンガンという、ね、島に、向かいたいと思います。もうすごい人いっぱいだ。フェリーはもう事前に予約してて、で今この道のどこかにある、自分の、フェリーの会社、乗る会社を探さないといけないんですけど、僕マンタ、ああこれだ、マンタエクスプレス。着いてすぐっていうか、もうギリギリに着いたんで、もう今からフェリー乗ります。どうやら右手にある窓口で税金を払わないといけないみたいです。 How much? 10,000 Two people. Thank you. 小売店がいっぱいあるから待つのには困らなさそう。Where is Manta? Manta ここで一つ問題が。基本的には整列の係がいないので、とにかく人でいっぱいに。次に来ると言われ、待つこと1時間半。やっと到着。広いし涼しい。1時間半遅れで到着、ギリトラワンガ。いや海めっちゃ綺麗。ハロー。ちょっと待って、どういうこと、人多。ギリトラワンガンは排気ガスが出る乗り物を使っちゃいけないということで、自転車か馬車でしか移動できない。だから自転車がね多いね、すごい。 How much? We give you 150 for one day, 24 hours. Okay. This blue, good one, you know. Where are you from, brother? Bali. Yeah. You look like Bali. Yes, I'm from Bali. From Bali? Mixed. 今回借りたバイクです。で、空気もう入れてくれてます。ホテルまでがね、700メートルぐらいあるので、まあ、どうせバイク後で借りるつもりだったので、もうここで借りて、で今からホテルに行きます。よし行くか。今回泊まるホテルなんですけど、まあ、ちょっと写真で見た感じいいところなんじゃないかなっていうホテルにちょっと泊まろうと思います。ここだ、ここ、ワッサリゾートバー、スパホテル。私は名前はレンドラ。レンドラ。Nice to meet you。が僕の部屋です。まあ机とでベッド、タオルがあって、ここは洗面所。あ、至って普通。あーでもお湯が出そう、ありがてー、 お湯が出る。何日ぶりだ。このギリトラワンガンをちょっと自転車で、この自転車で一周したいと思います。
まあ、何があるかっていうのはよく知らないんですけど、まあなんか面白いの見つけられたらなと思います。すごい日が出てきた、暑い。とりあえずこの港、港のこの大通りは、クソかよここあの砂浜がてかもう砂で自転車焦げん。まだホテル出て 2,3 分しか経ってないのにもう自転車が焦げないという。とりあえず焦げそうなところまで来たから漕ぎます。待ってこれツーリングの旅終わりだな。パワー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 、オッケー来た、うー、あーやっと漕げる、いいね。こう知らない道、知らないところに来て知らない道をこう行くのも悪くないかもしれないですね。ここでお昼ご飯を食べるところを探すことにしました。お、ワルンって書いてあるね、ご飯屋だ。ここにしてみよう、ここに入ってみましょう。お店は開いているんでしょうか。ハロー。ハロー。This is Wallon? Wallon. Wallon. Yeah, Wallon. Can I sit here? Yeah. It's a food. 何があるのか食べ物を見に行くと、ナシチャンポ。ここで仰天。なんと、幕を開けると大量のハエが飛んでいきました。彼は食欲を失った。How much?ハエがすごい。いただきます。ちょっとね。あのパサパサしてるけどうまいっすよ。 Thank you. ベンベン、ベンベン、ベンベン、ベンベン。 And travel vlog on my YouTube channel. Oh yeah. Yeah.What's your channel? Boeki Travel. Have you tried snorkeling? Tomorrow. Tomorrow. Yeah. Same with us. Is it okay? Yeah. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Bye. 今ちょうど反対側まで来ました、ホテルの。ちょっと海見るか。リュウキサーフスクール。日本人の人がやってるところかな。おお、ランニングしてるわ。いやこれは透明度高い。暗くなってきたので夕食を食べることにしました。ここ行ってみるか。おおすごいな。うわあ。チキン、マイマイ、マルン。ギリトラワンガンのフードコート的な。Google の評価が高かったこのカフェに決めました。バリ島に行ったら必ず注文するこのバナナジュース、これがうまい。注文したのはハンバーガー。どうしてこんなところまで来てハンバーガーと思いきや、これ実は中身はテンペなんです。いただきます。おお、テンペがサクサクだ。これは止まらないな。食べてみてね。おはようございます。今日はシュノーケルをやろうと思います。今からその集合場所、集合場所がちょっとフェリーの方なんで、
集合場所の方に向かいたいと思います。チケットは事前にトリップアドバイザーで予約してて、値段いくらだったっけな、3000円だったかな、3000円くらいです。あ、これだ、このカフェだ。カフェ前のオフィスラッキートリップ、あれか。One people, yeah? Yeah, one people, one person. ここで待てとのことです。おお、美味しそうなフルーツがずらりと。マンゴー、yeah. Sweet?朝ごはんのマンゴー、こんなの前に決まってる。いよいよシュノーケルが始まります。ピンを履けと。ここで思った以上にツアーの人の数が多いな。9人って聞いてたんだけど、全然9人っぽくない。すっげえ、もう動かない。おお、どこにいるの。ツアーで今迷いました。で、なんとか船に戻れたけど、潮が速くて、で流されちゃって、まあそれではぐれちゃったんだけど、まあとりあえず戻れてよかったな。休憩で隣のギリメノアイランドというね、ギリトラワンガンの横の島に来ました。休憩終わったって、これからまた海に行きます。船の中はこんな感じです。僕がこのギリトラワンガンで泊まったこのホテルのいいところとちょっと悪いところを見つけたので、ちょっと説明しますね。でまず外にこれ物干し竿があるんだけど、これすごく便利です。こんだけ明るいんでもうすぐ乾くんですよ。まあそれか、もっと乾かしたい人はあっちのあのロープにかけるとか。でよくなかったのがね、まあここですよ、これ見てください。水、どうしてこのミネラルウォーターが置いてあるかっていうと、この水これ、ね、多分海水使ってるからね、しょっぱいんですよ。すごい。シャワー浴びるときはいいんだけど、これやっぱりね、歯磨いてるときね、どうしてもね、口薄いだときしょっぱいのね、ちょっと嫌だったんで、もう水買って、このうがい用の水です。物を洗うときにこうやって
水溜めるじゃないですか。水溜めて、でこれ流すんですよ。そうすると全部下から出ちゃう。ちょっと夕日を見に反対側の海に向かっております。わあ、もうすぐだ。いやー、夕日がすごい。すげえな、ギリトラ湾岸。割るんだけだと少し足りなかったので、このピザ屋に来ました。ビンタンビールを注文。体にガソリンを流し込む。あー、おお、なんだこのピザ。これからチーズとの葛藤が始まる。あまりのチーズの量の多さに驚く。日本円で800円ほど。でもしっかりと 10% のタックスは取られる。まあ今日ベタなんですけど、まあ、ウブドの観光スポットを回りたいと思います。ああ、ビデオ、